やほなちゃんです。今日は治療についてお話をしていこうと思うんですけど、私はどっちかって言ったら治療の方が好きだから、なんか別にあんまマイナスのお話がないっていうか、なんかうちのスタッフは早漏だったのに最近治療だとかってなんか言ってるんですけど、どうなんすかねそれもどうなんすかねとか言ってえ、なんで急に変わったの、そもそも。え、変わったの。変わりましたね、完全に。女の子になれたのが一番でかいんじゃないですか。なんか昔はその、今こう女の子と、あ、こんなことしてるみたいな、みたいなに興奮して、こんなエッチなことしてる。この場に興奮して、なんかもう入れた瞬間、もうやばいやばいみたいな。あー、ね。今は人並み超えたらそっからずっと長いみたいな。あー、はいはいはい、はい。で、周りも結構治療に悩んでる人多くて、女の人って結構なんか挿入してから10分ぐらいがいいみたいな言うじゃないですか。まあ、時間じゃないけどね、なんかまあわかる。でも周りの人とか全然3、40分とかおるし、なんなら1時間超える人もいるんで。え、同い年ぐらいってこと？あ、まあ2個上とか。なぐらい。え、それさ、立ちっぱなしなのちゃんと。あ、立ちっぱなしですね。完全に。はい、ドーピングかましてない。だから男優向いてんじゃないみたいな話をするんですけど。まあ、だから、なよらないんだったらね、その時間内に、なよらないんだったら向いてるけど、ただ男優さんのすごいところは、監督さんの、あとで何分後に行ってって言われた時に行けるのが男優さんのすごいところだから、あの人、ちんちん立つのは当たり前で、出すのがやっぱり仕事だから、安易にそこで向いてるかどうかって言われると、それはどうかなって気はするんだけど。本気で言ってます。え、でも40分はすごいね。あ、それは確かに治療だと思う。わかんない。でも立ちっぱなんでしょ？立ちっぱならさ、なんかもうさ、こう、なんていうの？ピストン運動系のエッチしないでさ、超ブラジリアンセックスとかそういうスロー系のさ、のに挑戦できるさ、武器をお持ちなので、そうしたらいいんじゃない？一発。なんか、早技ばっかりっていうかさ、ね、アクティブな動きがエッチって感じすると思うんですけど、やっぱ出してなんぼじゃんみたいなのがあるとは思うんですけど、男性もね、女性も。ただ、せっかくそんだけなんか長く使える武器をお持ちなら、なんか1時間入れっぱなしで動かないエッチとかめっちゃ気持ちいいらしいんですよ。ただそれってやっぱその長い武器をお持ちじゃないとできないんですよ。できないから、だいたい多分ね、男性ってもう冷めてきちゃうと、なよってきちゃうの。多分入れてても。興奮の問題だと思うから。私も結構挑戦したいんですよ。その1時間入れっぱなし耐久エッジ。したいんですけど、そこまでもう、まあ、ね、時間の余裕とかさ、単純にこのチンチンの余裕とかはわかんないんで、ちょっと。もう本当にちょっと、その、知り合いの方にちょっとそっちチャレンジしたらいかがですかつって。確かに上がるかもしれないですね。でしょでしょ、なんかね、向き不向きがあるから、あれだったけど、それありだと思うんだよね。ちょっとマジチャレンジして、ちょっとさ、研究成果聞いてきてくんない？ありやな。なんかほら、立たない、じゃあ出せない、まあ、大変だと思う。本当に。なんかそういうのは、なんかもう改善策として本当に医療系だと思う。立たないはね。ED は一種の病なので。立たないとかじゃない、長い、短い、時間ね。は、私、そのエッチの仕方で多分改善っていうか、ちょっと、まあ、バリエーションがで、楽しみ方を変えるきっかけになると思うんですよね。そう、めっちゃいいこと言ったじゃん、ちゃん。めっちゃいいこと言ってるな。こいつめっちゃいいこと言ってるじゃん、今。誰も否定しないみたいな。やっぱ男性ってやっぱ悩むと思うんですよね。早漏、治療、短小、なんか、短い太いとか、なんかそのサイズ感とかね。そこの、なんか、間ってないじゃないですか、早漏、治療の間って。うん、ちょうどいいわ。あくまでもちょうどいいだからね。しかもその人にとってちょうどいいんだけど。そうね。あやちゃんね、治療の人、人は、出せない。だったら悩むべきとこかなって気がするんだけど、結局終われないとか。まあ、でも終われなくても満足してるエッチが自分たちの中でできてるんだったら、それは私、もういいんじゃないって思っちゃう派なんでいいんですよ。だって出ないってことは溜まってないっていう可能性があるからね。立つけど溜まってないって可能性もあるから。ただ、ほんと、早漏の方がよっぽど悩みを多そう。いや、いっぱいできれば別にいいっていう人は言うと、回数はできるから、体力はある。回数はできるぜ。だから別に早くても問題ないぜっていうのだったら別にいいと思うんですけど、
一発出してもう疲れちゃって、それが2、3分とかだと、確かに女の子からすると寂しいけど、そういう人たちは違うテクニックを磨くしかないと思う。なんかチンチンじゃない違うテクニックを磨く方を考えた方が多分早いね。チンチンを使おうとするなってなるね。だからそう。早漏はチンチンのテクニックを磨くより他を磨けって感じ。あの、チロウの方はチンチンテクニックをガンガン上げてた方がいいと思う。あの、使い方だからほんと、マジチンチンって。ほんとに。あの、早い短いとかじゃないから。あの、大きさでもないし。もう、所詮使い方。あの、使い方良ければ全て良しぐらいだから。チロウで悩んでる人も、逆にもう、なんていうの？鍛えるチャンスだと思って、立ってる間を。立ってられる間さ、もう鍛えるチャンスだと思って、いろんなこと試してみてください。私もうほんと超前向きだけど、治療に関して。いいじゃないですか。だからうちのスタッフもさ、なんかね、早漏だったのが治療になんか変わったみたいな感じなんですけど、あの、ぜひ、チンチンの向上心上げてください。あのね、マジで角度問題とか。あの、あるじゃん。チンチンもさ、角度。その人それぞれで。立ち角度あるでしょ。なんかその立ち角度でさ、女子もさ、入れた時に当たり角度全然違うわけだ。だから、あの、ね、もちろんこっち側の努力もあるとは思うんですけど、まあ、それ以前に、男子がもう本当に、俺のチンチンの角度だとこれぐらいの当たり方をすると女子がきっと気持ちいいんだっていうのは絶対一発に一個二個あるんですよ。なんかそれを、あの、見つける努力をしに行った方が絶対いいと思います。なんかありますよね。なんかその角度っていうか、男性の動き方が、なんかこう、こうよりもこうが気持ちいいみたいな図解してるツイッターとかありますか？私絶対、なんか女の子の体ここにあって、こう言ってる方が好き、私は。男子の体が壊れちゃう。女の子の体壊れちゃう。で、あの、斜め上に当たりに行ってるチンチン角度が好き。あの、奥派じゃないんですよね、だから多分。あの、いや、バックとかは多分ガンガン奥でいいんですけど、あの、そっちの方がこう、やられてる感もあるからっていうのがあって。だけど、あの、シェイゾイとかはもうガンガン上派なんですよね。でもそれも、ほんと、もう、一歩間違えると全然気持ちよくないかったりするので、なんかぜひこう、ね、そこを鍛えるトレーニングをしに行ってみたら行ってみたらいや、せっかくチロウになったんだったら、それはそれでさ、鍛えるチャンスだから。だって、ソロじゃできなかったら夢じゃんあるし、長くできるって。でしょ？ソロの時はソロで悩むじゃん、男子は。今度チロウになるとチロウで今度悩むじゃん。いいじゃん。その時はその時のなんかこう、トレーニングの仕方を変えようと思えば。確かに。今日なんか、糸垣さんめっちゃなんかためになるお話をしたんで、あんまりためになるお話、ちょっと、だだ漏れするともったいないんで。はい。今日はこんなところで。で、なんか、スタッフも一応納得したみたいなんで、まあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ためになったよっていう人、挙手してください。あ、てか、高評価めちゃめちゃ押してください。あ、ためになったわっていう人。まあ、で、チロー、僕もチローなんですっていう人かな、コメント。じゃあ、試してみますみたいな。コメントください。じゃあ、とりあえず高評価をバンバン押してください。今日私、ためになる話失敗したんで。じゃあ、よろしくお願いします。あ、登録もよろしくお願いします。じゃあ、これで終わります。あちゃんでした。